こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る人とつながろうテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを広く発信しています。私は坂口恭平さんの本を好んで読んでいますですね。今日紹介する幸福人風にはですね、もう自分の説明はしませんと書かれている通り、坂口さんが何をしている方なのか一言で説明するのはなかなか難しいです、職業の枠を超えまして様々な活動をされております。で、坂口さんの活動の一つが執筆にあたるんですけれども、一つのテーマを掘り下げて書いており、まるで夏休みの自由研究をより深く追求しているような印象を受けます。今回の一冊の研究対象は奥様であるふーちゃんになるんですけども、坂口さんは幸福人というふうに表現をしております。幸福人とは何なのか、そして坂口さんはそこからどのような影響を受けているのか、それらについて述べられております。坂口さんについて語られる際に品質するテーマの一つが躁うつ病というところになります。坂口さんは投薬治療を受けてないとのことなんですけれども、うつ状態の際は深く苦しんでいる様子が書かれております。その際、ふーちゃんは調子が良い時はこう言ってたよというふうに伝えるそうです。坂口さんは回復して良い状態になるとうつの時のことを覚えておらず、再び精力的に活動しますが、またうつになるとその時のことを忘れてしまって自己否定を繰り返してしまうそうです。ふーちゃんはどこまでも自分を、今を大切に生きる方だと感じました。うつ状態の坂口さんに対する、接し方は安定してまして、それは単に励ますといったことよりももっと別のものなのかもしれません。何か困ったことがあるとすぐに検索するという人も多いかと思います。それに対して印象に残った一文を紹介します。ふーちゃんは何か問題が起きた時に何か検索したりしないんですね。ふーちゃんは目の前のことを必死に、どうやったらそれなりにことが順調に進んでいくかってことに、ことを具体的に考えることしかしません、というふうにあります。ふーちゃんは今はどうすればよいかを考えているので、不安になることもなければ期待をすることもないのだそうです。坂口さんはふーちゃんのような人はなりたくてなれるようなものではないと考えております。これを読んで私もそうだなというふうに思いました。ただこういった方が身近にいることへの感謝というものを感じましたし、ふーちゃんがいるからこそ現在の坂口恭平さんがあるのだと感じました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内のカフェと古本屋さんで開催をしております。開催状況につきましては概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。ではまた次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。